今日はですね、ミニチュアサイズの小口ネギと輪切りの唐辛子を作りたいと思います。小口ネギと輪切りの唐辛子は待ち針を使って作ります。まず最初に小口ネギを作ろうと思います。この待ち針にモデナペーストを塗ります。で、薄く均等に塗るためにまず一回薄く塗って乾かして、で乾いたらまたもう一回塗るっていう二度塗りをしたいと思います。で、小口ネギは緑色のと黄緑色のを2種類作りたいので2つ作ります。で、唐辛子の方はモデナペーストを赤く着色して塗りたいので、この赤い塗料を混ぜます。で、同じように待ち針に塗ります。そしたら乾燥させます。で、半乾きぐらいに乾燥したらもう一回塗ります。唐辛子の方ももう一回塗ります。で、今度は完全に乾燥させます。乾燥したら絵の具で色を塗ります。小口ネギは緑と黄緑色でそれぞれ塗ります。唐辛子はもう赤いんですけれども、一応赤の絵の具で塗ります。で、乾燥させます。乾燥したらニスを塗ります。で、乾かします。ニスが乾いたら待ち針から引っこ抜きます。そしたらカッターで細かく切っていきます。黄緑色の方も切っていきます。これで小口ネギの完成です。唐辛子の方も同じように切っていきます。これで輪切り唐辛子も完成です。で、今回モデナペーストを使ったんですけど、モデナペーストがなければ普通にこういう樹脂粘土に絵の具で着色して待ち針にこう薄く巻きつける感じで、これで乾燥させるっていう作り方でも作れます。ということで、小口ネギと輪切り唐辛子の作り方でした。ではでは。